今年ビッグ G! Today, we are going to try 100 peso challenge at this job. Let's go! Tara! Hello! I'm going to choose food. Thank you!さあ、ビッグチー、今日は何食べる？いや、今日何食べようかな。魚とかお肉とかいろいろ選びたいんですよね。ああ What do you recommend? Sissi? Tina? 35 pesos. Okay, one sissi. Fish? Fish this one? Or this one? This one, 10 pesos. How about this one?35 pesos. Okay. One fish. I want to eat vegetable. This one. Pira. 15. Oh, one this vegetable. This one. 結構いくな。Pira. 15. Oh, one. Sorry. Not this one. Chapsui. Pira. 15. Oh. Chapsui. 安いよね。How about the noodle? Pira? Yeah. 15. I forgot how much. あれ？やと思ったよ。算数は苦手？算数苦手かな。じゃあ計算しましょうか。OK. Sissi, 35 pesos. Fish, 10 pesos. This vegetable, 15 pesos. Chapsui, 15 pesos. How about one rice? 10 pesos. 85 pesos.15 pesos left? Okay. One seat. So, total 100? Please. いいね。Just 100. I ordered this fish. Fish? That one seat. ああ、あれそう。CC. This vegetable.And chapsui. Yeah, chapsui. いいな。しっかり野菜も取って、肉も取って。15 peso. あ、ちげえ。100 peso. 15 peso って一品や。Okay. Let's wait. これ見てください。 I am professional of 100 peso challenge. 6品肉、魚、野菜、なかなか栄養考えてた。考えてましたよ、そりゃ頭使った。いただきます。じゃあまずパンシットから。はい、そう、焼きそばです。うん、言うたらめちゃくちゃ味が濃い。じゃあ次チャップスイ。いいですね、色とりどりで。うん、チャップスイは安定にマサラップ。いや確かに僕も一番好きや。フィリピンの野菜料理の中でチャプスイが一番うまい。一番次、よくわからん白いやつ。おお、これ白い野菜、何かわかんない野菜。待て、What's this? ジャックフルーツ。いただきます。大丈夫。次、魚。
これ何の魚なのか。ドライドフィッシュ。じゃあいただきます。めちゃめちゃしょっぱい。しょっぱい。海の海水全部凝縮された感じ。次シシグ。これは何ですか。これはシシグです。フィリピン料理、有名なご飯にかけて食べるのが美味しいんですよ。なるほど。フィリピンスタイル、クックジスタイル。フィリピンスタイルはご飯にかけます。ビッグジスタイルも。ビッグジスタイルももちろんご飯にかけます。いいですね。ダメかよ。ダメかよ。豚の脂で大洪水してます。口の中がうめえ。うめえ。シシグマジでうまい。うまい。うん。パンシットうまいわ。いや安定よ。
ションチャレンジ成功。やかましわ。